よし、飾りもいい感じだな。二人とも、今日はよろしくな。協力してほしいことって何なんですか？というか、今日呼び出されたのは私とロリーサだけなのだな。ああ、リアもメグミも都合がつかなくてな。お前たちにはプールの宣伝のための写真撮影に協力してもらう。撮影ってその魔導カメラでですか？私はいいですけど、タクネスさんは平気なんですか？大丈夫だ。とりあえず新しい水着は一着しかないからダクネスに来てもらうぞ。大丈夫なものか。待ってくれカズマ、いくらなんでも心の準備というものが。ですよね。宣伝用の写真だなんて、どこの誰かもわからない人に水着姿を見られるのは。はあ、ムクつき男たちの視線が知らないところで私のあられもない姿を捉えて。ああ、いろんな人たちに舐めるようにじっくりと見られるだろうな、写真が。どんなプレイだそれは。しかし、やぶさかではない、やぶさかではないぞ。あれ、タクデスさん。こいつのこれはいつものことだから気にしないでくれ。それにロリーサもタダでとは言わない。うまくいったら貸し切りにしてバニールを呼んでやるよ。全力で頑張ります。じゃあ決まりだ。二人とも今日はよろしく。任せてください。こんな戦場的な水着姿にさせて私をどうするつもりだ。だから撮影するんだって。ほらそっちに行って。いい感じだ。なんだかんだノリノリじゃないか。カズマ、次はどんな恥ずかしい要求をする気だ。いいぞダクネス。さて、宣伝のチラシはバニルも目にするはずだが、ロリーさん、お前はそんな控えめでいいのか？見てください、バニル様。あなたのためなら、どんなことでも。やるではないかロリーさん。なんと小悪的な表情だ。世の男どもは釘付けになるだろうな。やっぱりこの二人にして正解だった。お、何か言ったかカズマ。いや、二人とも頑張ってくれて俺は嬉しいんだよ。さあ、お前たちの可能性をもっと見せてくれ。あと何枚あるんでしょうか。わからん。だが、恥ずかしさに耐えながらこうしているとそれはそれで癖になってしまうかもしれない。向こうからやってきた水のリゾートロイヤルウォーターパークへようこそ。暑い夏には海ソーダ、この夏一番クールな飲み物をぜひ。あの、海ソーダ3つと浮き輪ももらえないかしら。はいよ、誰か頼めるか。うん、ミアは今別のお客さんに呼ばれて。ちょうど手が空いたところだ、私がやろう。はい、海ソーダ3つと浮き輪、お待たせしました。助かりました。あ、でもいいんですか？さっきから働きっぱなしですけど。ショートかぶってたせいでチラシの撮影に参加できなかったんだ。これくらいはなんともない。ギリがたいですね。ところで、その水着は？さっきカズマが渡してきたんだ。いずれアクセルハーツでも使うとか言っていたが。さすが、ちゃっかりしてますね。お、君ロリーサちゃんだよね、チラシの。ねえねえ、ダクネスちゃんは一緒じゃないの？なんだお前、あっち行け、仕事の邪魔だぞ。子供には用はないっての。
あら、ロリエサちゃん、一緒に水遊びしようよ。やめてください。お客様、従業員と個人的に遊ぶのは禁止になっています。ただ後で触れ合う機会はあるので楽しみにお待ちください。触れ合う機会？何をさせる気なんだ？追い払うための適当な話だって。ほら、いいから仕事に戻っと戻っと。嫌な予感がする。にしても予想以上の来客数だな。これもロリーサとダクネスの宣伝チラシと。はい、チケットを見せてください。ようこそ水のリゾートロイヤルウォーターパークへ。受付に掃除に周辺の警備、アクシズ京都たちもおとなしく働いてくれてるおかげだな。口コミも広まってるみたいだし、売り上げもまだまだ増えそうだ。計画通り。いつまでこんなことをしてればいいのかしら。でもこれもアクア様のため。コルクシャボン、このスマ、こんなに暑いのに海に誰も来やしない。これじゃあ商売上がったりだ。それもこれもロイヤルウォーターパークなんてもんができたせい。何が海が来ただ。こうなったら、はーい、こっちですよ。今日は特別な水着姿のリアと写真が撮れちゃいますよ。その後にはソロショーも。順番抜かしは岩石ボンバーだぞ。ちゃんと並べ。触れ合う機会ってやっぱりあったじゃないか。エイリカもシエロも今日は来れないし、お前だけでも稼いでもらわないとな。まあ自由に遊ばせてもらったことだし、精一杯頑張るとするよ。あ、ちょっとカズマさん、そろそろお客さんを勧誘してもいいですよね。このままじゃアクア様の名が広められないです。ダメに決まってんだろ。こういうのはあんまり急いでもよくないんだって。ですが、たリアさん、なんですかその素敵な水着。このセシリ、胸が高鳴ってしまいますよ。ああ、もうこっちは忙しいんだ。行った行った。あの人は相変わらずだな。そういえばアクアの名前が出たけど姿が見えないようだが。ここの宣伝のためにいろんな町に行ってるんだ。ついでに飲み歩いてもいるらしいけどな。と、そんなことよりそろそろ出番だ。頼んだぞ。今日はありがとう。よし、いい感じだったな。夜はこうやってイベントを開けば客足は途切れない。売り上げも右肩上がりだし、このまま稼げればクエストに行かなくてもよくなったりして。ねえ、いつになったらアクア様の素晴らしさを人々に広められるの？ひぃ！この前は泳ぐことで水の素晴らしさをとか言ってたけど、全然不況になってないじゃないか！ちょっ！そんなこと大きな声で言うなって！お客さんに勘違いされちゃうだろ！勘違い？何を言っているんですか？ここはそもそも水の女神アクア様のアクシズ郷パークだったのでは？そうだそうだ！ゲー、またセシリー。皆さん違うんです。ここはアクシズ郷とは無関係ですよ。我々をこき使っておきながら自分だけ美味しい思いをしようたってそうはいきませんよ。このエリス京都から奪った超高級な魔導カメラで水着姿の美少女たちを撮りまくりです。ちょっと勝手に撮影しないでくれ。いやよいやよ、もういいの。うちアクシズ郷突撃。うわぁ、ヌーシーヌーシー。お前ら何やってんだ。やめろ、やめてくれ。そこの美人のお姉さん、今占いの結果が出ました。あなたと私の相性は抜群さ。今すぐアクシズ郷に。すまないが、私はエリス京都なのだ。ペッ！うにゅん！
あれは放っておいて大丈夫だ。この声、ロリーサだ。こっちは本当に何かあったみたいだ。おい、大丈夫か。アクシズケオトにって勧誘されてたわけじゃないのか。カズマさん、ピアさん、私、水の中にいたので見つからなかったみたいです。ただ突然何かがぶつかってきて見てみたら、あれです。あれってジャーク、ランニングジョーズ。なんで海にいるはずのモンスターがこんなところにいるんだよ。おい、セセリー、こうなったらお前たちも倒すのを手伝って。生きてこそのものだね。アクセス教撤退。逃げ足が早すぎる。おい、いや、むしろ望むところだ。私がこいつの相手をしているうちに残りの者の避難を。ダクネスさん、一人で向かっていくなんて。仕方ないな。避難誘導はリアたちに任せて、ロリーさん、一緒に戦ってくれ。このスバ、このスバ、なんとか倒せましたけど。だー、せっかく苦労して作ったのにめちゃくちゃだ。アクシズ教徒たちも逃げてしまった。あの様子では復旧を手伝ってくれるかどうか。誰だ。あそこです、噴水の後ろ。バインド。誰んで、これはどういうことだ。おっちゃん、海辺で店やってる時期だろ。正直すまんかった。本物の海を差し置いて大繁盛しているのが羨ましくて。妨害工作したってか。はい。だからってモンスターを呼び寄せるなんてひどいぞ。怪我人が出なかったからよかったものの、プールがめちゃめちゃだぞ。それはその相応の賠償金を。はいはい、話は聞かせてもらいました。アクア様を称えるための施設にモンスターを放つなんて許せません。うわ、いつの間に戻ってきたんだ。許せない、許せないぞ。すごい速さで逃げたくせにこんなに激怒するのか。この男、どうしてやるのがいいでしょう。やっぱりあれかしら。うわー、ツーリーサー、ツーリーサー。あー、助ける。おお、これは予想外の展開が。待ちなさい。まずい、隠れなきゃ。この声、アクアだよな。天からアクア様の声が。きっとこれは私たちの敬虔な信仰心が奇跡を呼び起こしたのよ。いや、あのあたりから声が。しし、ここは黙っておいてやれ。私は女神アクア、そこの海の商人。あなたは確かに大罪を犯しましたけれど、許しましょう。なぜならここは女神アクアの加護を受けた場所。それにあなたは欲望のままに行動しただけ。そのことを誰が責められましょうか。このセシリー、感動しました。アクア様万歳、アクシズ教万歳。アクシズ教万歳。今宵奇跡が起きたぞ。あ、海の家の店主さん、それはそれとして、あなたにはお話があるのであちらへ。大事なお話よ。はあ、よく働いたわ。これで一件落着ね。帰ってきたら大騒ぎになってたから何事かと思ったわよ。美味しいところだけ持ってって働いたとか、どの口が言えたんだか。
まあとりあえず賠償してもらえるならいいけどな。そんじゃあ早速みんなで復旧作業してまた客を呼べるように。そのことなのだが少し難しいかもしれない。おいおい何言ってんだよ。元通りの綺麗なウォーターパークにすればまたすぐに。ここって悪しず教の施設だったの？騙されたわ。きっと後から勧誘するつもりだったのよ。ああ危ないところだったな。町に戻ってみんなにも注意するように伝えないと。な、ずーやっぱ悪しず教と関わるとろくなことね。水の女神の泳ぎの速さ舐めてもらっちゃ困るんだから。おりゃあ、恐ろしく速い泳ぎ、私でなきゃ見逃してしまいます。はあ、すっかりここも元通りの貸し切りになっちまったな。こんなに早く閉園になっちゃうなんて。カズマさん、約束はちゃんと守ってくれるんですよね。バニルと二人っきりのやつか。うまくいったらって言ったろ。うまくいかなかったんだからしょうがないじゃないか。そんなのずるいですよ。今度からサービス券あげませんから。な、それはないだろ。カズマ、いつまでも落ち込んでないでパーッと遊ぼうではないですか。くそー、よしわかった。こうなったらカズマさんの泳ぎを見せてやるよ。このスバ